こんにちは、和田やすみです。さて、暖かくなってきたのでそろそろデブが隠せない季節になってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。ということで、今回は、ダイエットのお話をしていきたいなと思っているんですけども、今までねダイエットの基本の動画をたくさん出してきたので、もちろんそれまだ見てない人は見ていただきたいなと思ってるんですが、今回は中学生高校生の10代に向けたダイエットについてお話をしていきたいなと思っております。10代のダイエットって難しいなって思うんですよ。やっぱり10代って成長期だから、その体が作られてる途中なので、その時にやっぱり食事制限ってあんまりしたくないんですね。一番のおすすめは消費カロリーを増やすこと。やっぱりダイエットの基本って、その摂取カロリー、食べたカロリーよりも消費カロリーの方が高いから痩せるわけですね。なので運動っていうのがすごく重要にはなってきます。その中で大事なことが筋肉量なんですね。で、筋肉が増えることによって基礎代謝がアップします。基礎代謝っていうのは血液が循環してて、呼吸をしてて、心臓が動いててっていう、その何もしてなくっても、別に体を動かしてなくっても無意識で消費されるエネルギーのことが基礎代謝量というんですが、だいたい基礎代謝量の 30-40% が筋肉で消費されると言われております。で、まず筋トレをすることによって脳から成長ホルモンが分泌されます。で、成長ホルモンが分泌されることによって血糖値が上がって、で血液中の脂肪酸を燃焼しやすくします。で、その状態で有酸素運動を行うことによって効率よく脂肪燃焼が行われるので、ダイエットにはすごく効果的です。運動した後に取ってあげる大事な栄養素っていうのは、タンパク質、糖質、ミネラル。タンパク質っていうのはやっぱり運動することによって筋肉が傷つくので、それを補ってくれる、修復してくれるために使われます。で、糖質っていうのはそのタンパク質と組み合わせて摂ることによって筋肉の合成を促す働きがあります。あとはミネラルね。ミネラルってナトリウム、カリウム、マグネシウムとかになるんですけど、どうしても運動して汗をかくことによって汗ってしょっぱいじゃないですか。なんで、体からそういうねナトリウムとかが出てしまうので、それを補ってあげることが大事で、それを補ってあげないと筋肉の痙攣だったりとか、あと集中力の低下につながるので、ミネラルも補ってあげることが必要になります。で、筋トレしてからちょっと走って、でその後に適度に食事をとってあげることによって筋肉量が増えて余分な脂肪も燃焼されるので、ダイエットにつながります。やっぱりねダイエットしたいとは思うんですけど、どうしても成長期に食事を抜くっていうことは、この体を作る栄養が足りなくなってしまうので、それによって例えばイライラしたりとか、精神的にちょっと不安に思ったりとか、心のバランスを崩しやすくもなるので、その成長期の食事制限っていうのは一番良くはないんですね。じゃあお腹空いたからいつでも食べていいかっていうと、やっぱりそういうわけではないので、この時間に食べることによってやっぱり太りやすい時間があって、でこの時間だったらいっぱい食べても大丈夫っていう時間帯があるので、時間栄養学についてお話をさせていただいてるこちらの動画も合わせてご覧いただけると良いと思います。で、あともう一個、太る原因としてやっぱりね、ジャンクフードって太る原因になるんですが、ジャンクフードがね食べたくなるメカニズムっていうのがあって、この動画も見ていただければなと思っております。でね、最後に一つ言いたいことがあって、ダイエットってねやっぱり我慢してる、食べたいものを我慢してるって思っていることが一番良くなくって、1週間我慢したからご褒美でみたいな、今日はいっぱい食べてもいい日みたいな、ダイエットしてリバウンドして、体重一緒だったからいいかって思うかもしれないんですけど、それって本当に良くなくって、体重は一緒でもただ単に筋肉量が落ちてしまってるので、それによって基礎代謝量が下がってしまうので、ダイエットする前とリバウンドして元に戻った時とだと同じような生活を送ってたとしても、リバウンドした後の方が消費カロリーが減っているので、より太りやすくなってしまっているんですね。なんで食べたいものを我慢して短期で急激に痩せたとしても、その後リバウンドしてしまうとダイエットする前よりも体の状況って悪くなってるので、短期的なダイエットするんじゃなくって、長期的に徐々に徐々に痩せていくっていう方法がやっぱりダイエットの中だとすごく重要で、適度に運動も取り入れながらやってあげることによって
無理なく心のバランスも崩れる健康的に痩せることができるんじゃないかなと思っております。でその他ね、なんかダイエットの質問とかがあればこのコメント欄とかあと LINE アットの方でコメントいただければなと思っております。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますのでぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。この前ね、嬉しいことがあったんですが、お会いした方がね、私より全然年上の方なんですよ。で年上の方なんですけど、その人のなんかお嬢さんが姫ご飯を見てくださってるらしくて、なんか娘が見てますとかいうお話をいただいたりするんです。